こんにちは、Gです。今回は Fedora OS のお話。Raspi OS、MX や Ubuntu はデビアン系、マンジャロやエンデバーはアーチ系。そう、今までレッドハット系がありませんでした。Fedora はレッドハット系であり、レッドハットが提供しています。帽子つながりだし。レッドハットというのは企業向け Linux の最大手です。IBM の子会社でオープンソースの保守などを提供している会社です。あ、レッドハットと言っても赤帽ではありませんのでお間違いなく。Fedora をラズパイに入れたいと思い調べてみました。画面の公式サイトにインストール手順があるんですが、Pi4 はサポートしてないと書かれています。でも手順の中にはそんなこと書いてない。なんだこりゃと思っていろいろ調べると、画面のサイトにヒントがありました。それで画面の RPM Fusion のサイトに行き当たりました。このサイトには Fedora のいろんなパッケージがあります。ここでラズパイ用の Fedora 36ワークステーションイメージをダウンロードします。ダウンロード手順がちょっと怪しい。早いけど有料、遅いけど無料の選択があります。もちろんフリーダウンロードを選択。サイズが 1.3GB しかありませんので、遅くても大丈夫。いつものようにエッチャーで SD に焼きます。余計なことですが、Fedora は英語圏では Fedora と発音するそう。こっぱずかしいので Fedora で通しますけど。焼き上がった SD なんですが、パーティション調整されてないので先に修正します。他の OS で Gparted を使ってパーティション調整します。画面ではマンジャロで Gparted を起動し、 SD は SD リーダーでラズパイに挿しています。有効なパーティション部分を右クリックしてリサイズを選択。最大サイズまでリサイズし、適用アイコンをクリックして終わりです。さて、SD をラズパイに挿して起動します。初期設定はスキップしながら、ユーザー名とパスワード入力だけで大丈夫です。英語版なので、まずは日本語表示から始めます。セッティングスを開いて、リージョン&ランゲージを選択。ランゲージとフォーマットを日本にします。キーボードが英語レイアウト設定なので、日本語にしておきます。セッティングスのキーボードのインプットソースイズがイングリッシュなので、ジャパニーズを追加してイングリッシュを削除します。一旦ログアウトかリスタートします。ログイン画面では画面右下でウェイランド X11 のセッションが選択できます。そうなんです。Fedora もウェイランドなんです。デスクトップが表示されるとき、標準フォルダー名を日本語にするか問われます。お好きで構いませんが、この動画では表現の都合で日本語化しておきます。最新の状態で作業したいので、アップデートから始めます。時短のため、早いミラーを使うよう設定。ターミナルで画面のようにタイプ。文末に画面の一行を追記します。続いて画面のようにアップデート。
終わったら一度リブートします。さて、日本語入力の設定です。これもターミナルでの作業になります。画面のようにタイプして Vitex をインストール。終わったら標準で iBus が入ってるんで、インプットメソッドを Vitex ファイルに変更します。画面のようにタイプ。リスト表示されるので Vitex5 の番号をタイプ。画面では2とタイプ。次に環境ファイルを作ります。画面のようにタイプして格納先のフォルダーを作ります。テキストエディターを起動して画面のように4行タイプします。先ほど作った environment.d フォルダ内に 00-vitex5.conf の名称で保存します。今度はインプットメソッドをデスクトップに表示させる設定を行います。 Firefox を起動。ハンバーガーアイコンからアドオンとテーマを選択。 GNOME Shell Integration を検索してインストールします。 GNOME Shell Integration を起動しKIM パネルで検索すると、インプットメソッドパネルが表示されますのでクリック。画面が変わり、右上のスイッチアイコンをオンにしてインストールします。ここで一度リスタートして有効化します。デスクトップ右上にキーボードアイコンが表示されると思います。右クリックで設定をクリック。 Vitex Settings が表示されます。キーボード英語を右ウィンドウに移動します。キーボード日本語を左ウィンドウに移動。左ウィンドウはキーボード日本語とモズクの2つがあって、キーボード日本語が上になるように設定。グローバルオプションを開き、入力メソッドの切り替えキーを指定、または追加し適用ボタン。これは日本語英語の切り替えキーの割り当てです。以上で日本語環境で利用できるようになりました。ついでにターミナルで必要なアプリをインストールします。画面のようにタイプして NeoFetch と HTOP をインストール。機能拡張やカスタマイズできるよう Tweak ツールもインストールしておきます。利用には一旦リスタートが必要です。一応日本語入力のテストをしておきます。それからいつものオーバークロックなんですが、今回はパスです。何度も試してオーバークロックはできるんですが、起動できなくなったり安定しないんです。とてもご紹介できる状態ではありませんので、またの機会に。フェドラを使ってみるとちょっと遅いというか、いろんなシーンでワンテンポ遅れる感じです。ブラウザーを試してみると 720p でもかなりコマ落ちが発生します。
Firefox がかなり遅い、重い感じになります。Chromium でも同じ傾向ですね。どうもネットワークトラフィック絡みの問題があるように思います。なんか Fedora は動画再生が苦手みたいですね。動画再生にはビデオというアプリが標準テンプなんですが、まともに動きません。ソフトウェアでVLC、セルロイド、MPV を検索しても見つからない。 M プレイヤーで検索して別のビデオというアプリがありましたのでインストールしてみました。レビューは良くなかったんですが、使ってみると悪くはない。こんな感じ。ただよく落ちる。これじゃあレビュー悪いわな。Fedoraのアプリも動画には弱いようです。そういえばFedoraを落としたサイトに VLC があったのを思い出しました。ターミナルで画面のようにタイプしてリポジトリを追加します。あとは画面のように普通にインストールできました。これで一安心。再生してみましょう。ちなみにこの動画、ウクライナの下着メーカーです。頑張れウクライナ。Обирай на Jasmine.ua або забігай до нас на примірку в фірмові магазини Jasmine. Не відкладай весну на потім. 忘れてましたが、時計が狂ってます。設定の日付と時刻でタイムゾーンを東京にしましょう。Fedoraは日常使いにはかなりいいんじゃないでしょうか。デスクトップ操作やアプリの利用は快適です。これはこれでありじゃないでしょうか。ラズパイでもFedora最新版が日本語で利用できるのは喜ばしいことです。いけてますよ。ちょっと遅いけど。Fedora 36は5月リリースの最新版です。ちょっと遅いけど。しばらくはいろいろと遊んでみようと思います。ご覧いただきありがとうございました。友人が仕事を辞めて故郷北海道で隠遁するとのこと。奥さんは田舎が嫌ということで単身移住だそうです。荷造りを始めてるらしく、そんなに急ぐのかと聞くと、急がないと雪が降るからね。でもまだ初夏じゃないか。いやー、雪が降ったら雪かきする体力ないからね。それ隠遁じゃなくて避暑って言うんじゃない？ではまた次回。